こんばんは、プロボーラーの水ピーです。プロボーラーの水ピーです。よこれ、水ピーです。水ピー、水ピーです。水ピー、はい、今日は2人でプロボーラー水ピーです。はい、ということでね、はい、日本で数少ない水谷プロ2人です。血のつながりは多分ないと思うんですけど、多分ないです。はい、水谷同士で今日は1ゲーム勝負をしてみたいと思います。まあ、若菜プロ、もう皆さんご存知だと思いますけども、トッププロですね。若菜プロが生まれる前からプロをやっている水谷と、はい、もう最近ではもう水谷プロといえば若菜プロとしかみんな知らない方が多いかもわかんないですけど、今日はあの小娘をギャフンと言わせようと思ってますので、はい、今日はお父さん対娘対決ということで、はい、1ゲーム勝負をしてみたいと思います。トッププロ、ハンデ言いますか？もらえるんですか？いや、負けたくない。はい、もらえるままは何でも、はい、わかりました。じゃあ、普通に10点、はい、10点のハンデということで1ゲームやってみたいと思います。それでは皆さん、どのような結果が待ってるでしょうか。それではご覧ください、どうぞ。はい、それではレディーファイル、新品のボールでいきたいと思います。ボール対決というのは忘れた。若菜プロ新発売アキュライズ3です。僕なのですね、勝負挑みますけど、どっちが考えを合うと言いますか。はい、行きましょう。怖い子ばっかりいるの、怖い子いるの。Thank you.
カルに持ち込めよ。人のこと天秤残れ。大丈夫、ボール大きいから大丈夫。あ、半分終わりました。ワンマーク、ツーマーク負けてんの俺。ハンデたらスリーマークも負けてんの。これはまずい。
225、娘の大勝利です。すみません、参りました。はい、今日投げましたボールがね、ナノデス3兄弟、最近のナノデス3つですね。はい。はい、若菜プロが、ツアープレミアム3、一番新しいやつですね。で、僕が、ナノデスブラスクを投げて、ちょっとキャッチが強すぎたんかな、天秤のオンパレードやったんで、アキュライズ5に変えたら、割とストライクになったんですね。で、やっぱり今日の答えから言えるのは、ある程度走るボールの方が結果につながりやすかったっていう感じかな、ね、決してグラスプが悪いボールではないです。ちょっと上がった方がいいかなという感じだったんでね、明日から実はラウンドワングランドチャンピオンなので、はい、そこでは出てくるかも分かりません。オイルが多いんでね。はい、そんな感じで今日は、水谷対決は娘に軍配が上がりました。必ずリベンジをしますんで、はい、もう個人戦で負けたら今度チーム戦で勝負しますから、はい、ぜひまたお願いいたします。はい、今日の内容よろしければ高評価ボタンお願いします。チャンネル登録まだの方、ここにチャンネル登録ボタンが出ますので、はい、ここを押してください。お願いします。 Twitter、Facebook、登録してない方もフォローお願いします。若菜プロは Facebook、Twitter、Instagram、 Twitter、Instagram 全部やってます、はい、全部やってますので、はい、概要欄にリンク先に貼ってますので登録をぜひお願いいたします。お願いします。はい、では本日は以上でございます。皆さんごきげんよう。さよなら。ありがとうございました。